もしもし。ますます。天竜。あ,あ、まあ竜ね、だまー、天竜で、だま。しあのよ。はい。あの、ちょ、お願いがあったんだけどもよ。はい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 。うん。まあ、返事は、はいしかねえんだけども。はい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 。あの、天下一武道会やっぺはい。まあ、出てほしいんだ。伊豆市か。二月四日。二月四日。二月四。 今年、指踏ん張らせるぞ。<laughs> マジでさ。うん。じゃあ、天竜さえ良ければ、はい、俺が天竜の社長の方に話つけっけど。ああ、全然大丈夫っすよ。貸してくれって。あいいっすよ。ま、もし、あの、相手が入ればなんだけど、ああ、はいはい。で、俺の考えでは、 ま、ちょっと天竜見てかどうかなんだけど、はい、ハイブリッドコースケなんかどうかなって思ってんだけど。ま、後でちょっと確認してみてください。ハイブリッドコースケ。あの、画題的にも要一緒だから。うん。じゃあ、一応、あのー、検討ということで、はいはい、でま、まあ、確定ではないけども、 まあ、参加濃厚ということで、とりあえず。わかりました。よろしくお願いしますまし。はい、すいません、どうもっす。はい、どうもー。じゃあねー、はい。はい、どうもーし。お疲れ様です。お疲れ様。サルくん、久しぶりですね。うーん、もう、半年ぶりぐらい経つんじゃねえかな、ほんとに。結構経ちますよね。経つ半年、きげねえのかい切れねえかもしなうんな、うん、で、今日は、どんぐりさんの方から、うん、サルくんにお話があるとのことで、 ななににちょっとなんか嫌な予感しかねえんだけどなんか <laughs> あのよまあこれは決定事項なんだけどもう決定事項って何あの猿さんに天下とかに出てほしいなと思ってよ <laughs> 出んのうん一応先ほど天竜君に連絡をしたところお<ー>天竜君は快く引き受けてくださいました なんでそんな気軽に引き受けられるのかちょっと謎だけど、ね、いやあの人 1>,、うん、1回目もなんか出るっていう話があったんだよなほんとはん、うん、でも相手がいなかったとは<ー>、まあ、はい、そういう場合もあるんでマッチメイクがう,あのうまくいかない場合もあるんでだないやうん面白そうだなって思うだな実際 まあこんなこと言ったら失礼なんですけども、アロチャンネルの中で、まあ猿くんってやっぱり、まあ動画の出演頻度も少ないんで、まあ目立たない存在ではあるんですけども、まあ我々と付き合いをしてるぐらいですから、喧嘩が強かったんですよ昔からルくんは。なああ。喧嘩が強いっていうか、バック引かねえよな。喧嘩になっても。まあ負けず嫌いだからな。うん、絶対バック引かないところがあるんで、 俺はもうサルくんに結構期待してるんですよねうーんまあ年は取りましたけどもうんまあ日常的にそういう場面もないでしょうけどもまあちょっと嫁動画に聞いてみてまあやるんだったら本気でもう今から鍛えるしまあ一応じゃあ検討していただくということでうんあと仕事を休めっか動画っていうのもちょっとネックになってくるからちょっと、うんうん、いい方向には考えたかなとは思うな、うん 祭り事なんで、ま、あ一生に一回あるかないかのことなんで、うーんま、あどんぐりさんは、今後、大会がある限り毎回出てもらいますけど <laughs>、<laughs> 天竜はあれ、黒のブリーフでバクテリアン。ひどいな、扱いが <laughs> <laughs>、まあ。ということで、あの、ご家族と相談して、あの、いい方向に検討していただければと思います。はい、わかりました。よろしくお願いします。はい、ま、頼むね。で、今日は、 どんんぐりさんからもう一つお話があるとのことであのよはい内藤の豊ちゃんいたべはいあれさオファーしようと思って電話したんだよ出やがんねえなあ LINE もしましたよねうんまず電話出やがんねえホンに既読するですからねそしてんだなんだ俺にビビ食っちゃったんでいいなと思ってんだけどもよいや結構 1> 第1回目の天開一武道会が終わってからなんていうんですかねちょっとしたリスペクトはあったんで、うん、ちょっと残念ですよねこういうことされるとまああんだべね、はいうん、電話ぐらい出てほしいなほんとにビビってんじゃないですかまあ俺にビビまあわかるよそりゃ気持ちいいは、はい、な、はい、俺強いもんはいなだから内藤ちゃんよはい割げんどもよ少し俺手抜くから、はい、な 俺でやっぺまあこれあの悪口とかじゃなくてあおり動画なんでもうちょっと激しめに大丈夫だと思いますよ、うん、マジではいお,おらないとてめえこねえおら <laughs> 俺でやれよおらな分かったかこのチャビンハゲチャビン分かったかあんた人のこと言えないでしょう <laughs> <laughs> 2月4日待ってっからななんか今身内で揉めてるんですよね仲間内であの人あんなのかい、はい なんかそんなことばっかりしてないで、うん、お前が輝けるのは格闘技しかないんだからあだまだなはい、うん、ゃちゃんと男らしいところを見せろっていう話なんすよねだまあ、そんな揉め事してねえでな、うん、内藤さんと試合になった場合、うん、どうですかね確率的に言ったら100で俺の勝ちだべな <laughs>、うん、じゃあもし試合が決まったら頑張ってくださいああ分かったな手加減はできねえけどな や手加減するって言いましたよね、そっきまあでも、相手に失礼だべそれはうんないくらなんでもじゃあ、月曜日から仕事中、また鬼伝しますかなか月曜日な、電話してみっか出るまでかけますかなな、そりゃなはい。耳聞こえねえんだかもそんにしはいなじゃあ、内藤君。まず、電話でやるよ、終わったから、ちびり野郎